20代のね、前の会社、住友金属でですね、技術屋として、橋梁の設計なんかをやってたんですけども、もう何をやったらいいんだかよくわからなくて、ただ、与えられた仕事はやらなくちゃいけなくて、時間ばっかりかかって、自分がこう、何をやってんだか、どこまでやったらできるようになるのかが、全然わからない状況になった時はですね、なんかうつ病になりそうでね、土日もなしの毎日終電みたいなことをやってた時代がやっぱり多分3、4年続いてたんですけど、あの時が一番厳しくって、あのまんま20代、30代過ごしてたら多分僕の人生違ってましたよね。でもたまたまですけど、実際のプロジェクトをやるようになって、まあ、プロジェクトになると、まあ、先例もあるしね、前やったこういう事例があるから、それを真似してやりなさいみたいな感じだと、ある程度、こう、基礎的な知識がなくてもできるじゃないですか。そうやってやっていくと、なんかこう、仕事の流れが分かってですね、まあ、仕事もできるようになって、それから、だんだん、こう、自分にもですね、まあ、その、成人男性として、やっぱりこう、自信も出てきて、それからですよね。だから20代は私の中では、まあやっぱ下積みのね、かなり辛い20代で、30歳でこちらに戻ってきたんですけども、こちらに戻ってきたら今度はやっぱ田舎の流儀があるじゃないですか。東京から戻ってきた社長の息子だぜ、と、なんかこう、気取ってやがるみたいな感じも、まあ社員、とか、あるいは他の、会社の方々からも見えたところあるかもしれませんけど、まあ、実際そういうところも あってね。その中で慣れるのに、まあ、いろいろ苦労した30代って感じですよね。会長が創業したのは、まあ、昭和26年なんですけども、戦前にですね、花巻鉄工所って、やっぱり、こう、経営をしてて、まあ、従業員も250人ぐらいいった結構でかい会社だったんですけど、で戦争が終わって潰れてですね。で、家族経営、まあ、経営の中心は、まあ、祖父の兄弟でやってたようなんですけども、まあ、昭和26年に、その、残った従業員の方だとか設備だとかを、元手にですね、中央製作所を個人で創業してるんですけど、まあ、借金がまだ残ってたりとか、非常にこう苦労したみたい で、昭和50年ぐらいになって、まあ、うちの父親が社長になったぐらいからですね、まあ、会社が組織的に経営をされていくような形になってるんですよね。だから僕の、まあ、幼少期っていうのは本当に朝から晩まで会社経営の両親のもとで、まあ、育ったというような感じですね。多分、金銭的には貧しいぐらいだったと思うんですけども、まあ、その、メンタル面で貧しいということはなくて、まあ、会社をなんとか、まあ、しっかりやっていこうという、なんていうのかな、経営者のロマンに、多分、両親が溢れているところで、まあ、僕の DNA は、まあ、育ったのかもしれないですね。そういう感じはしますけどね。東日本大震災が起こったんで、その時にちょうど、まあ、西日本さん向けの北陸新幹線のですね、まあ、土木構造物のエレメントっていう構造物を作る案件がありまして、ちょうど作ってたんですけども、まあ、大震災が起こったんでね、まあ、工場は止まるし、ガソリンは入ってこないし、運送、トラックの運送もできないし、一日でも早く届けてくれっていう状況だったんですけども、とにかく、工場は、電気が復旧してから動くようになったんですけども、まあ、ガソリンがないですよね。まあ、トラックだったんで、まあ、軽油がない。それから、トラックが調達できないっていうことになったんですけども、結局、お客様がですね、軽油とトラックと調達してくれてですね、でうちもなんとか、間に合わせてですね、で、まあ、一週間遅れぐらいで、その品物を、製品を収めることができたんですけども、まあ、地方の会社としてですね、やっぱり収益だけで追い求めていく経営にやっぱどうしてもなってないんですよね。だから収益性あんまり良くないんですけども、
まあ、継続性というかね、ブレずに長らくこの仕事で、この地域根付いてやっていくんだっていう意識は、私も社員も持ってるんですよね。じゃあ3月12日翌日からですね、岩手県の沿岸部の水門ってやっぱり500とか600とかあるんですけど、まあ県南の、まあ3分の1から半分近くはですね、うちの方で調査をして、応急復旧をさせてですね、まあ管理者である県とか市のですね、まあ、実動部隊として、まあお手伝いさせていただいてるんで、最後まで復旧のお手伝い、まあ、新しいものを、工場で作って持ってきて据え付けるっていうだけでしたらですね、岩手県内の企業である必要はない部分っていうのはあるんですけれども、まあ、今後の、そういった、緊急時の、早い対応とかですね、あるいはもう、メンテナンスとかは、もう地元企業ならではの部分ですので、まあ、被災地までですね、100キロぐらい、1時間半ぐらいで行くポジションにあるっていうのは、まあ、本当になくてはならない存在になり得るのでね。これからどんどんもう時代も変わってきますんでね。まあ、国も地方も財源が厳しくなってきていますから、新しくものを作ることはなくても、これだけインフラのストックが、ありますと、まあ、メンテナンスだとかですね、今現在あるやつを、まあ、大事に大事にこう、長らく使っていかなくちゃいけないんですよね。そういうニーズに応えられる企業、っていうのは、まあ、技術的なことが分かってないといけないし、作る能力がないとダメだし、現場もできないといけないし、まあ、設計の、いろんなノウハウがないといけないっていうところを一つの会社で持ってるっていうのはやっぱり非常に貴重なんですよね。これは、岩手県内だけじゃなくて、まあ、東北全体の中で見たときもですね、そんなに会社があるわけではないので、うちの存在価値が、あるなと思いますよね。もったいない精神じゃないですけど、日本の、まあ、やっぱり、東京オリンピック前後にどんどん整備され始めたのでですね、まあ、30年、40年、50年経ってる橋梁だとか水門だとか、どんどん増えてきてるんで、でそれらを大事に使っていくと。まあ、長寿命を貸して、メンテナンスをして、末長く使っていくっていうのは、まあ、日本の精神に合いますよね。で、それは、ただできることではなくて、まあ、その状況を判断をして、必要な技術でもって、まあ、リニューアルをしてあげて、で、まあ、設計をしてあげて、で、製造、据え付けをしてあげるっていうのは、やっぱ、一体となって、一つの会社でできないと今度はコスト面ではなくなるんですよね。そういう意味では非常に日本的だし、もっと言うと、新興国は今散々インフラ作ってますけども、それから30年、40年、50年経つと日本と同じ状況が生まれてくるわけで、多分その頃に必要な技術であり得るんですよね。まあ、そういう意味では、それぐらいの視点を持って自分たちの技術力を高め、ノウハウを蓄積をして、行くことがですね、まあ、東北の会社ではあるんですけども、まあ、日本内外まで、含めたですね、可能性を高めていくっていう意味では、どんどんもっと勉強していかなくちゃいけないことは多いですよね。